らしいタイムズをご覧の皆様、こんばんは。目黒敦子です。一気に広範囲で梅雨が明けました。今年の梅雨は本当に空梅雨だったなという印象です。皆さんお住まいの地域はいかがでしたでしょうか。ただ大雨で被害に遭われた方もいらっしゃいます。そこに関しましては心からお見舞い申し上げます。さて、この1週間も日刊現代で1週間振り返っていきたいと思います。担当の方をご紹介しましょう。ニュース編集部長の小塚香織さんと、スポーツ編集部の増田和文さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、では最初の話題なんですけれども、内閣改造ということで小塚さんにお話を伺いたいんですが、はい、そうですね、はい、8月の、ね、頭にデモというような話もありますけどね。そうですね、一応まあ3日が有力ということになっているんですけれども、はい、まあね、なんかどうなるのかっていうところがなかなか見えてきませんけども、はい、まあ、今出てる話で言うと骨格は変えないと安倍さんが言った、うん、はい、つまり、麻生さんと、はい、それから、菅さんは変わらない、うん、それから、まあ、二階幹事長も変わらないんじゃないかと、はいはい、であと木曜日にですね、安倍さんが岸田さんと夕飯を、うん、夜ご飯を一緒に食べてですね、はい、まあ、岸田さんの留任を求めたのではないかという話になっていて、閣外になるのではないかというような、ね、まあ、ご本人がちょっともう長すぎるのでもう外相はみたいなことを言ってたので、はい、ただ今のところなんか留任って話になってますけど、はい、まあ、留任なのか閣内で別の横滑りもあるのか、はいはい、まあ、その辺はちょっとまだちょっと流動的かなと思うんですけど、正直安倍さんって毎回別荘に行って最後人事練るんですよね。あ、そういえばそうかもしれないですね。そうだからまあ、はい、今回もこの日程的に言うとですね、来週というか、まあ、はい、24、25に、はい、集中審議がありますよね、はい、でまあ、それが終わってで26日に、沖縄に行く予定があるんですよね、総理が、はい、でまあそうすると27以降なんですけど、本当はですね人間ドックで入院するっていう話が結構ありましたよね、あって、はい、まあ、実際そういう計画もあると思うんですが、はい、まあ、そういうのがあまりにもこういろいろ言われているので、逆に行かないんじゃないかというのもあって、はいはい、まあ、だからまあ、その辺ぐらいからなのか、まあ、その週末なのか、はい、まあ、別荘に行って、はい、ちょっと人事を練るかなと。で、まあ、そこで一つやっぱりポイントというところで言うと、まあ、菅さん本当に留任なのだろうかというところなんですよね、はいはい、でその結局その骨格変えないということはイメージ変わらないですよね。でこれだけ稲田さんの問題とか、ね、山本幸三さん、はい、地方創生大臣、ね、うん、の問題とかが出てきて、まあ、その人たちはまあ更迭というか交代なんだろうってことになってますけれども、はい、そのイメージが変わらないと結局その何のために改造するのかと、安倍さんとしては一応ね、こう支持率少しでもまあ上がらないでも下げ止まりたいと、まあ、そうですね、下げ止まり下げるのほど抑えたいところですよね。そう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 、まあそれで菅さんを変えることもあるんじゃないかっていうのも、まあまだ要注意かなっていうところで、はい、というのが安倍さんがなんかその周囲に対してですね、はい、まあこの記事にもあるんですけども、やっぱり菅さん変えたいとかですね、まあ時々言ったりするらしいんですよ、はい、周辺に対して、はい、いやそもそも、はい、二人はちょっと微妙な関係だというふうに言われてまして、まあ、安倍さんと麻生さんは多分すごく仲いいんでしょうけど、うん、そこにはちょっと入りきれない、ちょっと菅さんの立場って微妙なのかなっていうふうには見えますよね。そうそう、菅さん微妙な感じで、はい、だからこの間の、ね、都議選の時に4人でご飯食べてましたよね、はい、そこに甘利さんが入って、うん、はい、だから甘利さんが入ることですごい微妙なバランスが保ててるんですけど、甘利さんがいないと3人だとなんかそういう感じなんですね。そういうのもあり、はいはい、だから菅さんっていうのはすごくどこに置くかっていうのは微妙なんですよね。だから菅さんを変えたいっていうのはなんかあるみたいなんですけど、じゃあ菅さんが本当に外に行っちゃった場合に、はい、なんか反安倍になっちゃったらどうしようってのあるじゃないですか。いやーなるんですかね。いや外行っちゃったら分かりませんよ。そう、うん、だからなるほど、そうするとやっぱり閣内に留まってもらうか、はい、あとは執行部にいてもらうかっていう、はい、まあその辺が、この後の人事のポイントかなと、はい、なんかこう菅さんってこう結構会見とかを聞いてると今まで鉄壁な感じがしたんですけど、やっぱりこのなんか半年ぐらいがちょっとこうそれがブレ始めて、そこからこうなんかこう味噌がつき始めるというようなことが多くなってきた印象はありますよね。あ、そうですね。だから、はい、正直実際は確かに菅さんのおかげで、
長期政権が保ててるっていうところはあると思うんですけども、はいはい、まあ、ここに来てボロがこういろいろ出ちゃってですね、まあ、怪文書って言ったのが、はい、一番そうですよ ね、 すね、やっぱり印象悪くして、はい、だからそのイメージ悪い内閣っていう意味で言えば、多分菅さんがいる内閣っていうのも多分イメージ悪くなってしまってるんだと思うんですよ、安倍さん、安倍政権の中のイメージ悪さっていう意味ではね、はいはい、そうですね、うん、でそのあたりをこう安倍さんもこう気にし始めてきたっていう感じなんでしょうかね、それもあると思いますよね、あとね、稲田さんの問題とかもありますしね、いろいろ、ね、大変ですね、内閣改造直前になってもどんどん、ね、問題が出てきますから、この辺もねずっと注意深く見守っていかないと、ね、稲田さんもね、改造まであと1週間持つのかっていうのもありますよねもう自分からやめればって思ったりもしますけどね、そうそうそう、自発的な辞任を求めるみたいな話もありますからね、そうでしょうね、はい、はい、どうなるかというところです。さあ続いてはスポーツから、ジャイアンツの山口投手がなんだか、はい、大変なことをしでかしたような感じで、本当ですね、困りますね、登板の当日に、はい、そうなんですよね、急遽交代というかね、そうなんですよ、はい、これはジャイアンツファンはもう怒りますよね、怒りますよね、はい、予告先発までされていた当日に、はいはい、そのいろんなことが発覚したということで、うん、その巨人が発表したんですけども、はい、その、まあ、山口俊の誕生日、30歳の誕生日だったのが11日なんですけども、その日のまあ未明に食事をしてまず右手の甲を怪我をしたと、はい、でそれでこの自宅近くの大学病院に、まあ、行って、まあ、かなり酔っ払っていて、扉など設備破壊し、そして警備員にも怪我をさせたと、でっていうことをという疑いがありますと、ただまあ確認しているので、はい、まあ、疑いということにしておいてくださいという教授の発表だったんですね、はい、右手の甲を怪我したというんですが、はいはい、どっち投げでしたっけ、右ですよね、右投げですよね、もうその時点でアウトですよね、で彼はまあ FA で3年総額7億円という大型契約で来ているプロのピッチャーですので、はい、右手をまずその酔っ払って怪我をするっていう、いくら甲とはいえですね、はい、あんまり普通では考えられない、右手は使わないっていうぐらい徹底している、ね、普段の生活で使わないっていうぐらい徹底しているピッチャーがいる中、はいはい、そこをまあ怪我して病院に行くっていうこと自体、まあ、まずプロ意識に欠けているところなんですけど、その後にまたさらに酔っ払って、はい、物が壊すわ、人に怪我をさせるわっていう、しかもですね、その本氏がその病院にその日に取材に行ったんですけども、はい、でいろいろま取材している間にですね、まあ、聞いた話で、それだけ暴れてますから、うん、警察呼ぶわけですよね、はい、で、まあ、しかも婦人らしき人もいたっていうことで、らしきってのが面白いですよね、まあ、女性が一緒にだけいたっていうだけだとどの女性かわからないって、まあ、でも多分婦人自宅の近くなので、あ、そうですか、婦人でやろうという、はい、元芸能人の婦人なんですけども、はい、でその、まあ、山口俊は警察を呼ばれたところでいなくなってしまったと、はい、その夫婦は、うん、その警察が来た時にはもういなかったの でその後に1週間発覚するまで時間があるんですけど、多分本人としてはそこで取り調べを受けていればさすがに球団に報告が行くので、はい、自分で言わないとまずいって普通の感覚なら思うんですけども、大丈夫だと、はい、思ったんでしょうか、逃げ切れたのかもって思ったかもしれない、そこからしてもまたちょっと違うと思うんですけども、そうですね、浅いですね、そうなんですよ、だからそれでその逃げてしまったというのと、うん、それとまだ続きがありまして、さらにまた本誌がですね、取材を進めていくとですね、その4日後にも、うん、さらにその同じ誕生日の選手が巨人にいるんですけども、はい、その人との合同誕生会を20数人でまたさらに六本木の焼肉店で行って、またす飲み会をやって泥酔しているというですね、事実が発覚しまして、その病院でそういうことになっていて、そのさらに直後にまた飲み会をやってるというですね、そのいくらオールスター期間中だったんですけども、いくらオールスター期間中だとはいえですね、そのどういう神経をしているのかっていうですね、そうですね、全くもう自覚もなければ、ね、はいはい、まあ、ジャイアンツに来て一生しかしてませんので、戦力にもなってない上に本当全くだ、そうなんですよ、で引っ張ってきたGM も解任されてますから、はい、そうなんですよ、人一人
クビにした張本人って言われてるんですけども、にもかかわらずですね、はい、それなのにそういった問題を、はい、そうなんですよ。しかもさらに懲りずにまた飲み会をやってるんですね。はい、全くこう反省の色なしという、そうなんですよね、ことですよね。はい、でこう発覚してから、はい、多分やっとこうやばいってなったのかもしれませんけど、ね、はい、ちょっとやっぱりこうプロ野球選手っていうのは、はい、もちろんね、その成績がいいのはもちろんなんですけど、はいはい、それ以外のところまで、そうですね、やっぱりこう注目される、はい、されてますからね、ものじゃないですか。はい、だからもうなった以上はやっぱり、はい、常にこう自覚して行動しないとと思いますよね。はい、しかもこう去年まで DeNA っていう球団にいて、はい、そこからまあ成績がある程度良かったので、まあ、ジャイアンツで来てるわけですけども、はい、さらに注目されるっていうのは多分分かってたはずなんですけども、うん、はい、とにかくこの酒を飲むと人が変わるっていうですね、はい、本誌でもいろいろこうやってるんですけども、うん、はい、とにかく人が変わって若手がもう本当に困ってたという前の DeNA でもですね、まあ、酒を飲ませる自分が強いんですけども、はい、まあ、飲ませてこう潰すのが趣味みたいなところでその趣味嫌われるじゃないですか。そうですね、そうなんですよ。それで、で、まあ、あるところからこう人が変わるという、まあ、そういう人いるじゃないですか。いや、いますね。手段なんですよ本当に。はい、うん、だから本人覚えてないんですか。覚えてないこともあるし、今回のことはまあ今雲隠れしてるんで、はい、あれなんですけども、もしかしたら覚えてない可能性もあります。そうじゃなければ、はい、4日後にまた飲み会やるかなって思うんです。そうですね。でもあの奥様らしき方とご一緒に行ったであれば、はい、あの普通だったらこう、ね、ちょっとやめなさいっていう感じになると思うんですよ ね、はい、 そ, うですね、はい、そういうことにはならなかったんですかね。そうですね、あの病院の話を聞いてるとですね、とにかく奥さんが目立ってたという話でその本人がとにかく蹴りをこう入れて扉を壊したとかっていう、まあ、話だったんですけど、はい、でかなり大きいんですよね。そうですよね、はい、あのお父さんが力士、元力士の人で、まあ、100キロぐらいの巨漢で、まあ、180いくつありますので、はいはい、それはまあ分かるんですけども、奥さんがすごく目立ってたっていう話で、まあ、悪態をついてとかっていう話でしたけど、もしかしたらその病院の人がある程度奥さんに気を使って、もしかして一緒になってたのかもしれないし、とにかく止めるんじゃなくて一緒になってたっていうことでそれで奥さんが、まあ、それも病院の関係者によるとびっくりする要因というか、そうですよね、止めないんだというか、そうですよね、一緒になっていなくなっちゃうという、ま、あなた自分の立場考えなさいと。そうですね、普通はそう、年上なんですけどね、なりますよね、はい、と思うんですけど、もう結構あの最近になってジャイアンツすごく調子が良くなってきたじゃないですか。そうなんですよね、練習中だったんですよね、はい、練習中だったのにこの時負けたんですよね、はい、当然ながらもやっぱり急遽ということになって、そうなんです、急遽高木隼人というピッチャーが指名されたのが午後で、はい、でその日に連勝がストップしてるんですよ。そうなんですよ、まあ、まさに本当に水を差すとはこのことすですよね、はい、はい、まあ、ジャイアンツファンなんですけどね、すいません、そうなんですね、はい、ちゃんとしなさいって感じですね、入れたのが間違いです ね、 そうですね、本当ですね、はいはい、はい、では続いての話題に行きたいと思いますが、今度は小塚さんに、あ、失礼いたしました、野球つながり野球つながりで、はい、今度は高校野球、はい、今はね地区予選というかねやってますけども、そうですね、東京はもう、はい、あの清宮君の当日がもう、はい、なんて言っても、まあ、これは全国的に話題ですけどね、はい、そうですね、はいはい、あの山口俊君の、ね、話題とはまあ打って変わってあれですけども、はい、ここ気持ちよく清宮がね最後の夏ですから、ね、はい、3年生の夏で最後 の、はい、あの大会ということ で、 でホームランも、106号ですね、21日金曜日の試合であの放ったので新記録が107本なんですけど、高校の本当の今までの通算新記録にあと1本ということ で、はい、で、まあ、チームとしても、5回戦5対0で勝って、まあ、ベスト8、はい、あと3つですね、いよいよ、はい、まあ、ここから本番といいますかね、本当にこう強いチームと当たってくる感じですよね、はい、そうですね、ただまあ当日はあの去年の秋と今年の春と連覇、東京の連覇して負けてないんですよ、はいはい、まあ本当に最後詰めを謝らなければという感じですかね、まあ、決勝戦が一応山ですかね、強豪、はいはい、って言われてるライバルが逆の方に行ってるので、はい、決勝戦ですか、ですかね、はい、まあ、今収録の時点では試合中なんであれなんですけど、はいはい、あのまあ、東海大菅生っていうところがまあ全体でまあ、はい、ライバルかなと見られてて、はい、全部こう決勝まで当たらないところにいるので、はい、まあ、分かりませんけどね、はい、その高校野球なんで一発勝負ですし、何があるか分かんないですけども、
ただそれでそのまあ清宮の周りで最近今回がプロのスカウトがあんまり退去してきてないっていう現象が、うん、こう普通でしたらまあドラフト1位最有力ダントツですから、はい、こうファンもマスコミもうわーっと来てるんですけど、プロのスカウトだけがこう少ないと、うん、なぜなんだっていう話を、まあ、22日付の紙面で、はい、まあ、しているんですが、まあ、大学進学、早稲田大学に進学するっていう、まあ、話も情報もありまして、プロのスカウトはもうすでに練習試合でまでである程度視察を済ませているということと、はい、まあ、その仮に、まあ、その進路負けたら進路表明するかもしれないんですけども、ただその甲子園の後に9月にアンダー18っていう、まあ、高校日本代表のワールドカップがありますので、それにはまあ選ばれ候補選手として選ばれてますので、その後になると9月のもう半ばとかになっちゃうんですよね。そうするとしばらく先で清宮がプロに行くのか早稲田大学に行くのかっていうことによって、プロの球団も戦略を全部練り直さなきゃいけなくなるんですよね。そうですよね、はい、そうなので、その他の選手も1位として見とかなきゃいけないので、まあ、今、はい、社会人野球も東京ドームで都市対抗やってますので、そうですよね、清宮にかかりきりになれないという、まあ、プロに行くと分かってれば、はい、そうですね、かかりきりになるんですけど、はい、というこう、まあ、やきもき感がですね、まあ、プロの球団で、まあ、今あるとですね、はい、ね、もう本当にプロ、まあ、熱戦はね、まっただ中ですけど、はい、プロとしてはまあそういう、そうですね、できれば早く表明してほしいけど、はい、負けたから、仮に地方大会で負けたからといってすぐに表明するかはまだ分からないので、もしかしたらその全部終わってからになるとだいぶ先だなっていう、はい、そうですね、じゃあずっとこういろんなパターンを考えておかないといけないわけですよね。プロのスカウトの人たちはね、大変だなっていうのと、はい、まあ、だからそこまで退屈してないっていうのは、そういう、はい、まあ、事情があるという、まあ、プロというふうに決めてくれたら一番の目玉選手でしょうけど ね、はい、そうですね、普通ここまで突き抜けた存在だと、はい、まあ、プロ行くとみんな分かっててつくんですけども、はい、こう総実という、 こうほとんどが早稲田大学に進学するってい う、 そうですよ、ね、その学校のこう性質上ですね、はい、まあ、あのハンカチ王子と言われた斎、ね、藤佑樹君も全国制覇した後にプロなのか大学なのか、はい、で全部その日本代表が終わってから9月に早稲田大学行きますって表明してますんで、はい、まあ、そういう例もあるので、まあ、プロのやきもきがしばらく続くという、そうですね、もう、はい、いろんなパターンを考えておいてください、はい、さあそれでは続いては、小塚さんですね、はい、書評ということでお話をいただきましょうか。書いたんですよね、あ今回、あのそうなんです、はい、あのたまに書評のページも担当しまして、はい、あの今回ですね、この、グローバリズムその先の悲劇に備えよという、はい、本なんですけど、新書ですね、新書なんですけど、はい、あの中野武さんというですね、あの TPP 亡国論という本がですね、はい、ベストセラーにあの、はい、なりましたけれども、あの、まあ、評論家の中野武さんの、まあ、インタビューなんですけど、はい、本自体はこの中野さんと、あとあの柴山啓太さんという、うん、この柴山啓太さんというのはあのあれですよね、グローバル化が行き詰まるという見立てを立てて、うん、それが、まあ、まさに当たったというか、はい、トランプ登場もそういうあの、はい、予想していたみたいなですね、まあ、その方なんですけども、まあ、そのお二人の、はい、対談本に関して、まあ、中野さんにインタビューしたんですね、はい、で、まああのこの本自体は2人の対談としては2回目だそうなんですけども、5年前に対談していて、でその時にこのお二人が出した対談っていうのはもうグローバル化は行き詰まるよねっていう対談で議論をしてたんですって、はい、だけど、はい、まあ、彼らがびっくりというか意外というか、まあ、残念になのか思っているのが、あの時にもう分かってたのに、なんでグローバル化まだ続けてんのっていうね、そういうのがあって、はいはいはい、じゃあもう一回対談しようっていうことで、もう一回対談本を出したっていうことなんですけど、はい、まあ、その彼らがすごく言ってるのは、そのいろんなもう現象見えてきて、まあ、要するにトランプが登場したあと、はい、ブレグジット、あのイギリスのですね、あの EU 離脱ですね、うん、まあ、それもそうなんですけども、はい、そのグローバル化はもううまくいってないよねっていうことで彼らが出てきちゃったと、うん、で、はい、そのにもかかわらず、なんとなくこう特に日本なんかは、うん、あのまだねグローバル化、要するに自由貿易が素晴らしいみたいな感じのことを、はい、そのすごく言っていると、うん、であのトランプだからこそとってもその保護主義に走ってるトランプっていうのは変だとか、はいはい、あのちょっと変な大統領が登場しちゃったみたいな風に日本では解説されてるんだけど、うん、はい、まあ、よくよく考えてくださいと、その
実はトランプが今言っている、うん、例えばナフタの、ね、見直しとか、はい、うん、あの労働者の権利を主張して、はい、まあ、保護貿易までは言わないかもしれないけど、その要するにあのもっとあのアメリカファースト的な、ね、はいはい、感覚でっていうのは、うん、実はオバマも言ってたの、はい、オバマが最初の2008年登場した時に、はい、だからそのなんかその日本のエリート層の人たちはオバマは理性的でトランプは危険みたいなことを言って、その2人が全く違うもんだっていうような感覚で見てるけれども、うん、はい、実はそんな単純な構図じゃなくて、あの2人は要するに上品、トランプを上品にしたのがオバマなんですよと、うんうん、はいはい、まあ、そんなような話をしてるんですけど、はい、まあね、実際そのこの本の中でその、まあ、結論はすごく実は出しにくいので結論っていう話にはなってないんですけど、そのこの2人が、まあ、とっても言いたいっていうところで言うと、そのなんかグローバル化は悪くないんだと、だけど、まあ、トランプみたいな人が出てくるのが良くないとか、うん、そういう感覚でいるかもしれないけど、もうなんかそういうね、日本のエリートの人たちがその周回遅れの思想にしがみついてるのを聞いてると、うん、はい、何もいいことないですよと、だからもう自分で頭使ってね、はい、ちょっと考えた方がいいんですよと、はいはい、それで、はい、まあその結局そのじゃあよくよく考えてみると、グローバル化を進めてなんか日本が豊かになってないですよねって、この5年間だけ見ても、はい、あのグローバル化はもうダメになったって言って、これから5年経ったけども、じゃあなんか日本の経済、うん、日本良くなってますかと、はい、なってないってことは、要するに効かない薬を飲み続けてる状態なんじゃないですかと、はい、まあそんなに、あ、なるほど、はい、効かない薬を飲み続けていて本当は正常な細胞を殺していたみたいな感じになるとあれですよね、まあ、そう、それもあるでしょうしね、はい、だから、はい、まあそのこのインタビューの中では出てないんですけど、この本の中にも出てくるんですけどね、まあ、結局その日本がそのアメリカ的な新自由主義を目指すことで、うん、例えば、うん、と終身雇用制をやめてしまったりとかですね、はいはい、非正規社員がすごい増えちゃったっていう世の中っていうのは、はいはい、実は良かったんだろうかと考えてみたときに、はい、結局その非正規雇用が増えて終身雇用がなくなったことで将来不安を持つから、なんか貯金をずっと、ね、まあ、経済持ち続けなきゃいけないっていう不安感があるわけですよね、はい、そうするとお金使わないから消費が活性化しないみたいな、はい、だからもしその将来不安がそこまでなければ、うん、もっとお金を使うのかもしれないし、はい、もっとなんていうか安定した、ね、生活を送れることによって、はい、もっと他のことに消費するのかもしれないしっていう社会があったかもしれないのにみたいなね、はい、ただもう戻れないんですかねって言ったら、はい、もう無理ですねって言ってましたね、要するに戻れないっていうのは、まあ、あれですよ、その終身雇用制にはもう戻れないし、はい、もうここまでやっちゃったらもう戻れないし、はい、だから、はい、ある種そのなんかこの中野さんもそうですし、なんかの他のこういうことを言ってる人もね、あの大学の先生もみんなそうなんですけど、結構ねこういう本書いてる人って、でどうしたらいいんですかって聞かれるんですって、そうでしょうね、やっぱりじゃあどうしたらいいんですかって聞かれるんですって、はい、でなんかそのそういう人たちだからなんか答えを持ってるんじゃないかと思って、だけどここまで壊れてしまったものはそんな簡単に処方箋あるわけないじゃないですかと、だから簡単に答えだけ求めない方がいいですよって言ってましたよ。もうそれはもう自分で考えてくださいって。まあだからただ一つだけ言えることは、間違った薬を飲むのはやめた方がいいよねって。だからその病気でもそうだけど、はい、全然効かないのに飲み続けてたら、さっきもね、はいはい、いい細胞も壊してどんどん悪化していくわけだから、はい、とりあえず間違った薬を飲み続けるのをやめるという行為は少なくともできますよね、はい、そうですね、まず処方箋の一つとしては、はい、まあ、それが大事なんじゃないかと、はい、なんかこうグローバル化っていうのはすごく聞こえも良くて、なんかすごくみんながこう外に行くとバーッとなるっていうイメージなんですけど、そう実際にじゃあ自分にとってどうか、ね、国民にとってどうかって考えた時に、やっぱり何が良かったのかなっていうことがこう列挙できないというか、うん、っていう部分はありますよね、うん、だから自分で考えて自分にとってどうなのかっていうところからも、いやもう一回考え直した方がいいかなっていう気はしますよね、うんうん、その中でどういうこうレールに乗っていった方が自分にとっていいのかっていうところも考えないといけないかな、でもここまで来るともうダメですか、なんか難しいそうです、ね、ショッキングな話でした、はい、ありがとうございました、はい、ということで今週はこの辺で失礼したいと思います、ありがとうございました、ありがとうございました。